J1 の第12節、横浜 FC 対鹿島アントラーズ。横浜 FC は今季 J1 初勝利を狙っていきます。それではまずはホームの横浜 FC からスターティングメンバーです。ゴールキーパー6番です。ディフェンスラインは前島、田代と井ノ葉、左が武田です。中盤は中2枚で瀬古と手塚、右にマギーの、左小川、ツートップフレス対戦の伊藤翔とクレーベという、今日はこういったスタートになります。一方の鹿島です。ゴールキーパーが大きい。ディフェンスラインは常本、犬飼、町田、左が長戸です。そしてミサオとレオシルバの、ダブルボランチ、右白崎、左土井、ツートップで、荒木と染野という、こういった予想の並びになっています。ちょっとここはずれてしまいました。白崎というところでしたけれども、マギーニョ、まあ、そして、ね、クレベ厳しくいったからだと思います。そうですよね、はい、ここは伊藤翔につながった。伊藤翔持っていく、中2枚走っている。伊藤翔から、うん、ここは町田入れた、そしてシュートだ、ブロック、もう一度、うん、ここも止めています。まだあります。クレーベから中へというボール、マギーニョのヘッドは枠の右。いや、よくカバーしましたね。そうでしたね、ここは耐えました。まあ、ちょっとバランス的には崩れてますかね、鹿島は。ここで粘り強く伊藤翔が競り勝って、まあ、その後カバーよくしましたね。ともに2年目という荒木と染野。土井、右サイド展開、鶴本からのクロス、マイナス気味に入ってきました。そして荒木だ、ブロック、そしてヘッド、白崎のヘッド入った、ゴール。白崎詰めました、先制鹿島。開始12分です。まあ、常本のクロスがちょっと弱くはなったんですよね、このボールが、はい。まあ、ただ小荒木がうまくコントロールしてシュート、はい、白崎は、まあ、左アウトサイドが主のポジションですけども、中へ入ってきてバランス狙っている感覚は素晴らしいですね、はい。いやー、ふわり流れていくのかな、ボール、あー、フラット上がってます、オフサイドです。ニアで触ったところでオフサイドというところでしょうか。どうですかね、はい、土井がオフサイドということのようです。はい、こうやって、あー、なるほどね、はい、そうですね。情報によるとアディショナルタイムは2分見るという予定だそうです。さあ、ここは染野から荒木抜ける、荒木溜めながら、ここはまだ行く、自分で行って、打てない、倒れるな、あ、PK だ、引き出した、谷本主審引きました、 PK です。 PK ゲット、荒木、まあ、ちょっと左足の印象が良くないですかね。そうですね、右足で、まあ、シュートブロックじゃないですけど行って、その後の左足がちょっと印象が悪いですね。ドイン、おー、キーパー触って、ポストだ、詰めて、ドイン、レオシルバーですね、はい、レオシルバーが、ドイか、レオシルバー言ってましたね、はい。まあ、ドイのシュートはまず6ターン触ってポスト、その跳ね返りでしたけれど、それを詰めてゴールイン。あ、ドイだ、ドイですね、はい、ドイの得点です。これで 0-2、ここで安永、一度下げてから井ノ原から、そこからの低いボールだ、クニア、クレーベ、ニアにクレーベ、ファーに伊藤翔、面白いボールでしたね、でしたね、はい。レオシルバに渡す、お、安永行く、いいですよ、あそこ厳しく行かないとね、土井へ、土井からのクロス、面白いボールだ、届かないか、荒木が入っていきました、土井からのボールです。いいボールでしたね、はい、いや、すごいところ狙いましたし、うん、すごいところ入ってきましたしね、はい。キックオフ前の1時間半ほど前は雷も鳴って、まあ、当初の予定から30分キックオフが遅れたという今日のゲーム。クレーベに入った、クレーベから松尾、ダイレクト、強烈クロスバー、惜しいシュートでした、いいシュートでした ね、 でしたね、はい、すごくリラックスして打てたと思いますね、ここは。ファーサイド来た、ヘッドワーク、ナイスキーパー、ここは6ターン止めました。
犬飼飛び込みましたけれども6ターンナイスセーブ、はい、遠いところから入ってきましたね。コーナーキックが続きます。鹿島です。ニアイロー、やったー、町田セットプレーから得点です。鹿島一方横浜 FC またセットプレーからという形失点です。まあ、やっぱり重要な局面で決める、まあ、そういうところの勝ち場の強さが現れたシーンだと思います、うん、はい、その前のセットプレーもフリーで打たれてる、でここもフリーですよね、うん、ファーサイド、うん、三沢のクリアになります。前島から松尾、このボール抜けていく、マギーが押し込めない。まあ、後半の立ち上がりにもありましたけども、こういうチャレンジのボールってすごく大事で、やっぱり怖さがやっぱり出てくるんですよね。松村中に入っていく。そしてここで試合終了の笛が吹かれました。横浜 FC 勝利、今季初勝利ならず、逆に鹿島はこれで5試合負けなし。今日は今季2度目の J1 クリーンシートでの勝利という形になりました。